中国立晴海中学校 PTA 副会長萩原博子様。そして勝ち抜き豊見連合町会会長宮森浩一様にもお越しいただいております。ありがとうございました。そしてありがとうございます。私のこちらにいらっしゃいます第36代中国観光大使西中央小島夏子様。同じく中国観光大使木内理央様。同じく中国観光大使安田恵里様。皆様本日お忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございました。さあそれでは続いてケープカットに移らせていただきたいと思います。ここでケープカットを行っていただく方々をまたご紹介いたします。地元晴海連合町会の滝上会長お願いいたします。そして矢田中央区長様お願いいたします。そして晴海トリトンスクエア管理会社の三井所長お願いいたします。それでは中央区観光大使の皆さんには開催をお願いしたいと思います。では初めに皆さんで写真撮影を行います。テープカットされる3名の方々、どうぞテープやハサミをお渡りになりまして今しばらくお待ちいただければなと思います。今私に向かっております。
私たち晴海中学校はこのフラワーカーペットの晴海に毎年参加させていただいていて、とても今年もとても楽しみにしていたのですが、日程の関係で参加できずとても残念です。花井の制作に携わることはかないませんでしたが、代わりといってはなんですが、本校を代表して、吹奏楽部がこの後演奏させていただきます。ぜひお聴きください。私たち生徒会は活動の一環として朝の挨拶運動というものを行っています。これは晴海中学校から晴海地区全体に明るい挨拶を広げていこうという目標を持って活動していて、毎朝多くの地域の方に挨拶をしていただいています。本当にありがとうございます。私たち晴海中学校はこれからもこういった活動やこの地域行事に参加することで、この晴海地区の一部として生活していきたいと思っています。本日は本当にありがとうございました。